ここれより会議を開きまますすの際ご報告いたしますお手元に配布いたしましたとおり今会期中憲法審査会に参考送付されました地方自治法第99条の規定に基づく意見書は22件であります念のためご報告いたします次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします第208回国会新藤義孝君ほか6名提出 日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案につきまして議長に対し閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます起立多数よってそのように決しました次に閉会中参考人の出席を求め意見を聴取する必要が生じました場合には 参考人の出席を求めることとしその日時、人選等につきましては会長にご一任願いたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました次に閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には議長に対し委員派遣承認申請を行うこととしその派遣地派遣機関派遣委員の人選等につきましては 会長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて参加いたします。